ラベナに西田、エンドワンです。ラベナの得点、の個人的な個人能力の突破力っていうのはものすごく高いですよね。チーム3年目。さあ第2クォーター始まっています。オクイン、ラベナ、高橋、半沢、ギデンズです。あーバックショット決めた。アンプリーローレンスからあブロックきた。ラベナ、中村に対してラベナのブロック。ラベナ、半沢、さらにオクインです。オクインを戻しました。ラベナが来る。ラベナのスクショットは決まりました。ここはかなりリング下での攻防あるが、ラベナ、ラベナかわしながら決めていきました。オクイン渡さず、ここでバウンドパス、細川のアタックからキックアウト。ラベナ、ラベナ持っていく。ラベナの連続得点です。代わってギデンズ入っています。細川がもらいに行くところ、奥井に渡した。奥井ワイドオープン。いや、うまいパスでしたね。ナイスアシスト。ただ走っているラベナが決めた。さあ早い展開になっています。まず得点しっかり上げることですね。そうですよね。おっとうまくドレーができたんですが、また中に侵入してました、ラベナ打っていく。フェダーウェイアタック選択。オクインミラーが触って、しかしオクイン自ら取って、あーまたミラーが来た。ミラーが2度守りました。おっと今のはファール。ボールはどうか。あーミカーです。ミラー選手が抑え込みますね、オクイン選手。そして走っているホサヤ、ブロック来た。ラベナ前松土屋、ラベナ、山内、オクイン、そして高橋です。ルミノもこれで2桁点得点です。ラベナ来た。残りは 6.9 秒です。ピックスがピック、ピックアンドロールからラベナ決めた。セカンドチャンス、オクイン、そしてラベナ、ラベナバーになってエンドワン。うまく当てて、この前のボールこねるやつも面白かったな。その外っていうのは開けますよね。ガードナーは 30.2% のスリー、オクインは 29.7% のスリー、これをどう見るかですね。そうですね、これが高い確率なのか低い確率なのかです。ピックスからラベナ、前に柏木、ラベナ出てきた。まずはラベナがもらう。ラベナから細川スリーポイント決まった。まず細川のスリーポイントでスタートしました。素晴らしいプレーでしたね。ラベナ、ラベナに西田、ラベナがドライブ、あスピンムーブからエンドワン。西田一つ目のファールです。ここの動きすごいですね。フェンスがうまくいっていますね。ラベナがいった。ラベナ奪った。高橋からラベナ、ラベナのフローター決めた。決まれば逆転のスリーポイントでした。ラベナスピンムーブ決めた。さあそしてまずはサイエントスはしっかり伝うこと。奥イン時間も使う、もちろん時間使う。おお